やあ少年、急な話で悪いけど、今からクレープ食べていかない？いきなりかな？まあいいや。うん、この前会った時と変わらないね。赤ん坊のようになることはもうなさそうだ。ところで少年、こっちに戻ってきたことだし、私はこれからまたクレープ屋として一から頑張っていくよ。そのためにりのちゃんとしずるちゃんにも手伝ってもらうし、世を忍ぶ仮の姿を本業にしていくことをここに宣言します。ペコリーヌちゃんやユイちゃんたちとみんなで食べに来てよ。サービスするからさ。